横尾さんの個展ですが、古いお風呂屋さんを改装したギャラリーということでエントランスはこんな感じでした。これはウォーフォールマンダラという作品ですね。これは戦争をテーマにした作品です。こういう感じで、ギャラリー内撮影可能になっておりまして、お客さん皆さん撮影されてましたね。なかなかアナーキーで良かったではないかと。作品も楽しんでこれました。そんな感じです。今日は上野の国立博物館に来ています。館内は動画撮影禁止なのでここで撮っております。谷中で横尾さんの個展、油絵アクリル画を見てから徒歩でここまでやってきました。奈良大和四字の御仏展、常設展の料金で入れました。結構いい仏像が来ておりました。梅雨の晴れ間というか久しぶりに雨が止んだためか結構館内は混んでました。また夜間開館の時に来ようかと思います。そう、あと黒田清輝の別館というのも今日初めて見てきました。なんかカフェがあって素敵な場所でしたけども、そんな感じで、これは東洋館ですね。東洋館は今日見てこれませんでした、時間なくて。また見に行きたいと思います。